それでは三国志赤壁の戦いの内容編をやっていきたいと思います。赤壁の戦いの直前にどんなことがあったのかっていうのをざっくりと説明していきたいんですが、曹操という人物がですね、この中国の北部を大体治めてしまったということになるんですね。そこでかなりの兵力を、まあ、手に入れることができまして、で勢力が拡大すると他の、まあ、地域の人たちがですね、戦わずして曹操に投降するようになってしまったということなんですね。そうするとますます、兵力が上がってっていうところで、今曹操無双状態になっているという感じになります。で、三国志の目的はやはり中国を統一するっていうのが目的ですので、まあ、中華を統一するために南下してくるということなんですね。でそこで劉備がね、まあ、暮らしているところまで来たという内容になっています。はい。で、曹操から攻められてきた劉備はですね、必死に逃げるわけですけれども、そこで、まあこれ奥さんとかも亡くしてしまったりもするんですが、東洋という場所で露宿という人物と出会います。で、露宿というのは孫権軍の、まあ、人なんですけれども、この孫権軍と劉備軍ですよね、ここが協力してですね、曹操をやっつけようということで計略を巡らしていったということになります。はい。で、そこで孫権にね、まあ、話を通すためにということで、一番のね、こう軍師と言われていて、まあ、いなくなったら本当に困るような軍師、これを送って話し合いをしようというね、そういう流れになりました。もちろんこれ失敗すればね、諸葛孔明がね、殺されてしまうってこともあり得るので、すごいリスキーなことではあったんですけども、それ以上にですね、曹操をやっつけるというところが、まあ、大事だったので、一番大事なね、諸葛孔明を送ることになります。で、そこで話し合いが持たれるわけですが、ね、まあ、ここはね、ちゃんと出向いてるというところで、劉備軍のね、孫権に対する敬意の表れっていうのがわかります。はい。で、孫権軍も孫権軍で、内部分裂をしておりまして、曹操にね、投降するべきっていうね、そういう派閥の人もいたりとか、まあもう真っ向から戦うべきっていう派閥がいて、内部もね、ちょっと分裂をするような状況でした。まあそれぐらい曹操軍っていうのが、まあ数が多くてですね、厄介だったっていうのがわかる内容となっています。はい。ただですね、ここで、まあ孫権なんですけども、曹操と戦おうという決断をしたわけです。これ理由とすると、まあ水軍が強かったっていうのもあるんですけども、そういうところでね、逃げてたらしょうがないだろうということで戦う決心をしました。でそこで、まあ部下であるですね、周瑜とか郊外という人物を派遣してくれて、で劉備軍と共に戦うということになりました。はい。で、周瑜対、まあ周瑜軍がこれ主役なんですけども、曹操の決戦が始まるわけです。はい。で曹操軍なんですけれども、大軍を率いていて余裕があります。で水上戦が不慣れであったっていうのはあるんですけれども、孫権軍の水軍っていうのはめちゃめちゃ強かったんで、それを倒して、まあ名を上げたいっていう、そういう気持ちもあったわけですよ。ただですね、今の状態、軍の状態っていうのは、風土病が流行していたりとか、これ、風土病っていうのは、なんかインフルエンザみたいなもんです。うん。あとはね、まあ勢力がどんどん拡大していったんで、全員が全員兵士というわけではなくて、寄せ集めのね、まあ農民みたいな人もいたってことなので、意思の統一を図るのが難しかったともされています。まあそういうね、デメリットもあったんだよってことですね。で、周瑜と郊外というのは、この曹操軍が、あまりに大軍であるというところ。なので、まあ長期戦に持ち込まれては、まあ人と人との戦いなんで、まあ、負けてしまうだろうということなんで、短期で、一気にやっつけたいというふうに思ったわけですね。はい。まあそんなところで、まあ、どういうふうな計略を練っていったのかということなんですけども、曹操軍に関してはですね、水上戦に不慣れだというふうにね、さっき言ったと思うんですけども、水上戦で安定するためにということで、船同士を鎖で繋いで揺れを軽減させたっていうのがあるんですね。これによって船が揺れないので、水上で戦うんではなくて、本当にいつも通りですよね。陸上で戦えば無敵なんですよ。兵がいっぱいいるんで。まあ、そういう状況を作り上げたということになります。はい。で、周囲と郊外なんですけども、ここにある通り、まあ、船が結ばれてますんで、逃げることができないってことですね。すなわち。だからそこを燃やしてしまおうというふうに考えたっていうね、そういうところになります。ただですよ、これ、そんなことを誰でも思いつくわけで、簡単に船を燃やさせてはくれないわけですよね。で、郊外という人物、この人は、軍師なんですけども、そこでね、作戦を練っていったわけですよ。まあ、簡単には信じてくれないので、まあ、演技をしようということで、この周囲と、郊外が内部分裂をしましたっていうね、そういうことを装ったんですよ。で、昔の時代っていうのはスパイとか入り放題だったんで、まあ、さっきも言った通り、誰でも仲間に入れるし、勢力が簡単に拡大していくっていうね、そういうところがあったので、まあ、お前スパイだろっていうのをね、ちょっと見極めるのは難しかったとされています。で、この内部分裂の、まあ、迫真の演技だったと思うんですけども、それをね、知ったスパイが曹操の元に走るということになります。はい。で、曹操のスパイが内部分裂したことを曹操に報告します。
で、そこのタイミングでね、見計らったかのように、郊外から、寝返りたいという旨のね、手紙が届くということになります。まあ、当然怪しいなと思ったんですけども、その、まあ、迫真の演技にですね、騙されてしまって、曹操はですね、郊外の寝返りは事実に違いないということで、この郊外という人物が寝返れば、まあ、だいぶ戦いは楽になるだろうということで、この事実を、まあ、認めたということになるんですね。ただですね、この郊外の作戦というのは寝返るっていうね、あくまで、一撃で曹操軍をやっつけるっていうね、そういう作戦の一部でしたので、まあ、郊外の作戦ね、一つ成功だと言えるわけですね。はい。で、燃やすための作戦どうしたかっていうことなんですけども、船にですね、まあ、人を乗せることはなくですね、油の染み込んだ木材をたくさん積んで、もういつでも燃えやすいっていうね、そういう状況を作ったということなんですね。はい。で、まあ、もともとさっきの手紙で降伏しますよっていうふうに言ったので、ここのね、郊外の旗印が、見えた、曹操軍なんですけども、本当に投降してきたと、降伏するんだってことで、まあ、ワイワイしてるわけですよね。野獣馬みたいな感じでしょうか。はい、そしたらですね、はい、一気に発火するということになります。はい。当然油を積んでいてね、そういう船ですから、あっという間に炎上するということです。で、先ほどですね、水上戦への対応ということで、船同士を鎖で繋いで、まあ、揺れを軽減させたっていうところがあったんですけども、逆に言うと、機動力がないので、まあ、あとはこう鎖で繋がれてるので、まあ、大炎上するわけですね。で、機動力を失った船を見事燃やすことに成功したわけです。んで、この火の速さっていうのとか、燃え盛る様子っていうのは、本文中では全部4字をつなげることによってね、文字を4つですね。で、大体区切ることによって、そのスピード感っていうのが表していますね。はい。まあ、火をつけたらあっという間に、ね、で、曹操軍が燃えて、で、曹操軍の兵士が燃えていく様子、馬もね、同時に燃えていく様子っていうのが書かれていくわけです。はい。で、もうひとたまりもなくてですね、赤壁の地を後にして、自分が暮らしている北部へ逃げようとするわけですけども、ここで連合国の劉備が出てきます。ね、二人揃って追走していくわけですけれども、まあ、ここでね、曹操の首を取り切れずですね、曹操は北部、自分の家の方に逃げてしまったっていうね、そういうのが赤壁の戦いの内容になっていきます。まあ、これもっとね、詳しく話をしていくと相当長い動画になってしまうので、まあ、テストというところでちょっと手短に行きましたが、なんとなくイメージはつかめたんじゃないかなというふうに思います。それではね、この動画は以上になりますので、ぜひテスト勉強頑張ってください。